どうもこんにちは、飯田光大です。現在羽田空港に来てます。実はですね、本当に急遽のチームが決まって、でその国にこれから立つところなんですけど、次自分がプレーする国が決まりまして、その国がオーストラリアに決まりました。そのチーム決まるまでもいろいろとバタバタして、結構展開があったりしたんで、そのことも、この後ゆっくり話せればなと思うんですけど、今出発まで少し時間があるので、お昼ご飯食べて、時間潰していこうと思います。前回の動画を見ていただければ分かるんですけど、インドネシアから帰ってきて、そこからチームどうするかって感じだったんですけど、9月の中旬くらいに、オーストラリア2部相当のチームから、オファーがあって、でただその時は、インドネシアでプレーするのが今のところのメインターゲットだから、今回断らせていただきますってことで、そのオーストラリアの話は一度断らせてはもらったんですけど、でそこから 2,3 週間後に、インドネシアリーグの方で、暴動が起きてしまって、でそれでリーグがストップしてしまったんですね。リーグの再開の目処が全然立ってなくて、いつ頃再開するのか全然分かんなかったんですよ、その時。で自分もどうしようかなって思ってる時に、そのチカラさん、よく自分の YouTube に出てきてたりする、あの自分の中での大先輩なんですけど、その人から、その高台オーストラリア興味あるって話来て、あの高台のプレーにすごい興味持ってくれてる友達がいるんだけど、よかったらつなげていいっていう連絡をくださって、でぜひってことでつなげていただいたんですけど、でその方と連絡取り合って、そしたら本当にすぐチームを持ってきてくれて、そのチームがもうあと24時間以内に決めてくれみたいなマジかと思って、でもまあ自分の中でもそのインドネシアリーグ次待つかで、また他の国どっか行くかってことをいろいろ考えたりはしたんですけど、まあ、そのチームもすごい好条件を出してきてくれたりとか、もうすぐ契約書とかもいろいろ出せるぞという感じだったんで、まあ、これも何かのタイミングかなと思って、オーストラリアはすごく自分もトライしたい国の一つもあったんで、ここでいろいろ考えた結果、もうオーストラリアでやりたいって気持ちが強くなったんで、今回オーストラリアの方のチームでプレーすることを決めました。でそのチームなんですけど、オーストラリアのサッカーリーグっていうのはプロリーグが、その本田圭佑選手がプレーした A リーグしかないんですね。でその下ってなると基本州リーグとかそういう感じになってくるらしいんですけど、だから2部リーグ、プロの2部リーグっていうのがないらしくて、で今回自分プレーするのがその A リーグの A リーグから2つ下のオーストラリア3部リーグ相当のチームなんですけど、 NPL2 のリーグに所属してる、プレストンライオンズっていうチームで契約させていただきました。本当に今回チーム決まったのも本当いろんな縁があったりとか、いろんな人の助けがあってのことなんで、まあ、それに感謝して、で、まあ、本当チカラさんもそうですし、で、まあ、エージェントの方もすごく動いてくださって、チームと契約まで結びつけてくれたっていうのはすごく感謝ですし、とりあえずあと出発まで2時間半ぐらいあるんですけど、まあ、なんかして時間潰していこうと思います。とりあえず明日の昼の12時ぐらいにオーストラリア着く予定なんで、そこから、家に行ってって感じだと思うんですけど、家もどんな感じか全然わかんなくて、まあ、そこら辺もすごく楽しみですし、そこも皆さんに見していければなと思うんですけど、そんな感じで
とりあえず飛行機だらだら待っていこうと思います。いやー着いたメルボルンマジで長かったわ。なんか意外と入国審査何も聞かれんと行けましたね。こんな楽な入国あるんか。とりあえずこれからチームの人が迎えに来るそうなんで、その人待って、これから家に向かいたいと思います。とりあえず空港着いて思ったのは、結構アジア人の人も結構いるなと思って、もう着いてすぐにもう日本人の人たちがなんか久しぶりみたいな感じで会ってたんで、なんかそういうのとかこれまで行ったオクラホマとか、前行ったカナダのハリファクスとかでは全然なかったんで、なんかちょっと居心地がなんかいい気もしますね。This building, but you're at the back there, Matt. Oh, okay. So there's like six houses here. 20 hours total. 20 hours? Yeah. Welcome. Wow. And let me give you a yes, it's a bed, right? The lounge room. Okay. Yeah, talking about TV and stuff. Oh, yeah. Which comes soon. Okay, cool. Kitchen. The kitchen. And this is the backyard. Wow. When you do washing and stuff. Okay, cool. It's gonna be washing here. Okay. So like washing and stuff. Oh. Here. And then this is your, this is your room. You get the biggest room. You get the biggest room. Older. You get your own toilet. Okay. Oh. This is your, that's your bathroom. Your bathroom. Wow. Yeah, pretty much that's it. And welcome, bro. Yeah, とりあえずベッド完成しました。一緒のルームメイトが手伝ってくれて、1時間半くらいかかりましたけど、いやー助かりました。めちゃめちゃ綺麗ですね。I'll grab some fish. Thank you. Thank you.